つうことは轟はもう全日の頭じゃないってことっすよね。清さんたちに完全にかなわないって思ったんすかね。違う、あの面は花から俺らのこと眼中にねえって面だ。気に入らねえな。でもくれるって言うんすからもらっときましょうよ。そうっすよ、1年の中越って野郎も来るかと思ったら来ねえし、絶対ビビってんすよ。つかさもだ、あいつ今日も休んでやがったらしいしよ。あーもう何もかも納得いかねえな、クソが。大丈夫ですか、ケガした。黄金の右足が。そうそうそう、おい、痛えな。しかに触んなよ、お前。チェー、キヨシさん、マジでキヨシさん、なんだよ。キヨシさん、知り合いですか。横山キヨシさんですよね。そうだけど。やっと会えた。覚えてませんか、私のこと。同じ中学だったんですよ。ああ、なんか随分とその大人びたというか。いじりました。なるほど。おかげで自分に自信が持てたっていうか、ずっと好きだった清さんに会えた。あ、行っちゃった。行け。え、行きなさいよ、早く。はい、シュッて、はい、ペッペッ。じゃあ俺たち、はい、消えて早く。あ、飯でも行く？いいんですか？はい。行こうか。はい。腕組んだ。狂わせた。やば。なんだろう。